やられたら仇を討つものだ。当然だろ。はい。こっちはちゃんと仲間を弔いたいんだよ。レガーラは民を皆殺しにする気で、しかもベータとガイアも奪われた。ここでメソメソしている場合じゃないだろう。その通りよ。戦わなきゃ。そうかい。じゃあどうすんだ。真っ向勝負を挑むってか。でも相手はゼニスでしょ。どうしろっていうの。みんな捨て身でかかれってこと。そんなところだ。そう、連絡が途絶えた後、みんなでジェミニに向かったの。アロイ、バールのフォーカスの記録にはあのゼニスのエリックが、ヘファイストスが追跡されてて、ジェミニに閉じ込めた時も全部バレてた。バールが必死に抵抗したけど、ベータもガイアも奪われた。私もアルゼニスが仲間を裏切っていなかったら死んでいた。アルゼニス、まあ、あなたは死なずに済んだ。これからどうするの。ゼニスを打ち負かしてベータとガイアを取り返す。その前にレガーラを止めないと。ほう。ジェミニでベータからあるものを受け取った。下準備が必要だけど、それがあれば争いを終わらせられるかも。噂だとレガーラは樹海に総攻撃をかけるつもりらしい。俺も樹海に行かねば。ああ、行ってヘカーロを守れ。空から目を離すなよ。天のごとき力を。他のみんなは自分の武器の強化をしたり補給をするのならば今だぞ。いずれゼニスとも戦うことになる。分かったわ、アーロイ。準備できたら東口の外に来て、二人きりで話がしたい。闇のただ中にあっても、あなたの炎が私たちを導く。一応確認だ。ゼニスの野郎どもに一発食らわせられるんだよね。みんなでな。よっしゃ。ゾウが話があるって言っていたし、行ってみよう。テナークスと戦うんじゃなかったのか。その前にお前の様子を見に来た。俺は大丈夫だ。まあさ、みんなと同じように何とかやってるよ。いつでも力になる。あ、分かってる。へえ、そうか。無事でよかったよ。お前も。ゾウは大丈夫かな。愛する者を失って平気な奴なんていない。でも俺よりはよっぽど気丈に振る舞ってる。みんなを動揺させないために。お前が持ってきた酒を誰か飲んだか。ゾウは匂いが嫌らしい。アルバは一息入れるってことを知らないみたいでな。ゴターロはどうだ。あいつは確かに飲める口だな。二人で半たる分は飲んだ。話もそこそこ弾んだぜ。肩どうしたんだ。ちょっと痛めた。てかかなりか。何をした。コターロと腕相撲したんだよ。それは無謀だったかもな。あいつの新しい腕が見た目通りの強さなのか知りたくてよ。まあ見た目通りだな。待つのは嫌いだろう。でももう少しだけ我慢してくれ。口出しするつもりはないけどよ。大丈夫か。ほら、バールだけじゃなくてベータまで。俺も姉貴がデルバールに捕まってるって知って気が気じゃなかった。ベータは救い出す。何があっても。分かった。プロメテウスの民のリーダーが分かったぞ。
アセラという女だった。嘘だろ。その女はデルバールが率いてたいわゆる貴族の一員だぜ。なんてこった。クレイムで初めて店を持った女鍛冶師だったが、赤の動乱で家族を殺されて以来人が変わった。完全にマーランドの手下に殺されたと思ってたがな。まだ生きてるし、カージャに復讐しようとしてる。アセラの居場所をなんとか突き止めて止めないと。チェーンスクレープにフォーカスを持ってるやつはいなかったから、照度の光の方を当たってみるか。私も追跡を続けるよ。見つけるぞ、必ずな。ああいう連中に姉貴は殺された。もう行かないと。急がないと、コタールが一人でレガールの軍団と戦いかねないからな。それといいか、勝手にいなくなったりするなよ。努力するよ。ここまで来て諦め。熱心だな。ジェミニのこと考えないように。今は勉強に没頭してるんだ。バールに、ベータに、ガイアが消えた。それだけじゃなく、ゼニスは私たちの未来まで奪おうとしてる。そんなことはさせない。ああ、そうだ。もし時間があるなら、手を貸してほしいことがあるんだけどな。気分はどうだ？バールが死んでみんなすごく落ち込んでる。私は知り合ったばかりだけど、みんなにとって大きな存在だったんでしょ？ゾウとエレンドは特にショックを受けてるみたい。でも、なんて声をかければいいのか。時間がいるだろうな。あなたの悲しみも、時間が解決してくれる？さあな。考えないようにしてる。ゾウとは話したか？ああ、ちょっとだけね。でも、ほら、ついさっきまでバールと一緒に歌を歌ってて、私に気づいてなかった。歌っているゾウは、とっても自由だよね。まるで感情のすべてを歌に乗せて飛ばしているみたいでしょ？すっごく幸せそうだったな。ああ、退屈で落ち着きのない私とは正反対って感じ。ゾウにウタルの音楽を教えてもらえばいい。そうだね。みんな戦う準備はできてるようだな。特にコタールはね。私がレガーラだったら彼とだけは戦場で会いたくないな。でもレガーラには機械がついてるだろう。それはあなたが何とかする。そうなんでしょ？うまくいけばな。気になるデータはあったか？山ほどね。全部に目を通すにはきっと何年もかかると思う。特にオデッセイに関するデータが興味深い。始祖たちが月に行ったことは知っていたし、きっと定住した人もいるんだろうって思ってた。でもシリウスはもっと遠くにあるでしょ。海を越えた私たちの冒険なんて比べ物にならないよね。宇宙の旅に必要な計算を考えるだけで頭がクラクラしてきちゃう。だとしても、こういうことに関してクエンはかなり理解してる方だろ。ノラでも、星は女神が夜空を照らすために灯した火だって思い込んでる奴らは大勢いるけどな。これまでここの部族との交流は？なかった。だからいろいろ学んでる。今のところ一番興味深いのはテナークス族かな。彼らの文化は全て古のホログラムに根ざしているの。間違って理解してることもあるけど、私たちみたいにね。だとしても彼らの生き方には崇高さがある。名誉を重んじるし、勇敢だし。それに荒い。ベータが話していたティルダが私を助けてくれた。助けた理由は言ってた？私を助けることがエリザベトに敬意を示すことになると思ったらしい。サイレンスやゼニスの連中の計画を私に明かしたんだ。でも信用できるかはわからない。私の故郷では情報の価値が高ければ高いほどその代償も高いって言われてる。絶対に油断しない方がいいと思う。
もう行くよ。合図に備えておいてくれ。任せておいて。ああ、寒さに負けてられるか。アロイ、ここ。よく二人で庭の手入れをしたの。気晴らしに来ることもあれば、ただ日の出を眺めたり、彼と一緒にね。だから彼が眠るなら、ここが一番ふさわしいと思ったの。ここからなら歌の平原を見渡せる。遥か東のノラの聖なる地もね。あいつも喜ぶ。よく妹の話をしてた、バーラ。彼女はよく自分の好きな金色の花を集めては槍に言ったって。母親に無駄だと言われたけど、聞かなかったって。いかにもバーラっぽいな。苦労したけど、その花を見つけてね。種を集めたの。緑の木が枯れたとて、必ず大地と共に。私たちと共に。子供ができたの。ジェミニから戻ったら伝えるつもりだった。いつかここへ子供を連れてくるわ。花に囲まれながら日の出を見るの。結局言えなかった。ありがとうって。バールは何度も救ってくれたはずなのに、私は見捨てることなく。きっと伝わってる。二人のことは任せて。また立ち寄れる時に来るよ。今はまず製造ターミナルに行って槍に新しいオーバーライドをインストールしないと。それでサンウィングに乗ってレガーラのドブモを抜いてやるとしよう。
装備の手入れをするが、お前の分もやっとく。オーバーライドはインストールした。サンウィングを見つけないと。確か山頂の巣に何匹かいたはずだ。サンウィングを見つけてオーバーライドしないと。山頂に向かおう。調理さえすれば食べ、よし。サンウィングがいるぞ。静かに近づかないと。クラクラする。ティルダか、飛べたぞ。そしたらホルスタイタンの一つからエネルギーセルを回収して。でもまずパルスを送ってセルを起動させないと。必要なソフトウェアは送ったわ。パルスを送るにはあなたたちがトールネックと呼ぶ通信機械をオーバーライドすればいい。ちょうど砂漠の真ん中に一体いる。分かった。矢尻の手、村全体が見渡せる。レガーラを止めた後に行ってみてもいいかもな。増援か。樹海に向かってる。ヘカードたちが持ちこたえられればいいけど。どうすれば降りられるんだ。ネックはオーバーライドした。ならもうエネルギーセルは起動してる。ホルスから一つ抜き取って。
そこなら北西のホルスが一番近い。セルをレガーラの機械に落とせば大騒ぎになるから。手助けありがとう。力になると言ったでしょう。砂漠の一派の拠点か。大きいな。ホルスはここから北西だな。エネルギーセルだ。タイタンの背中にある。のパルスで他のエネルギーセルも起動したはずだ。ホルスからいつでも回収できるんだったら、レガーラを止めた後でも使えそうだな。ひざまずけ。
私を殺さなかったことを死んで後悔するがいい。全滅です。機械が全てやられました。何？バカを言うな。レガーラ！もう終わりだ。決着をつけるぞ。一騎打ちで。機械に乗っておいて何を偉そうに。ただ気を引きたかっただけだ。お前を倒すのに助けはいらない。いいだろう。挑戦を受けてやる。まずは貴様を始末し、残りの者も皆殺しにしてやる。そうはさせない。決闘の時だ。邪魔は許さん。恥さらし。なすべきことをなすだけだ。
着をつけてやる。ああ、かかってこい。もうじきその血も私のものになる。まだ大丈夫だ。ふさわしい相手との戦いを待ち望んでいたが、まだ現れない。編み込み頭を切り離してやる。すぐそこだぞ。このざまか、ごますりと腰抜けどもの前でひざまずくなど。さあやれ、殺すがいい。口を慎むんだな、裏切り者め。天の翼で大空を駆け抜け、決闘に勝利したのはお前だ。どうするかはお前次第。
一度は生かしたが、その結果がこの有様だ。誰よりも優れた勇士だった。無念だ。危険人物ではあるが、それこそ今必要なのかも。カシヌケがこの後に及んで何をこそこそ企んでいる。生かすか殺すかを。お前の罪を許すわけじゃないが、これからの戦いは私たちの想像を絶する相手に挑むことになる。命を懸けて戦える戦士たちが必要なんだ。貴様の慈悲などいらん。これは慈悲じゃない。これから挑む戦いで地獄を見ることになる。戦士として死ぬわけか。なるほど。私の血をお前に捧げよう。拠点で待っていろ。歌の平原の近くだ。こいつを一人で行かせる気か。誰も見張りをつけずに。見張りなど不要だ。逃げはしない。安心しろ。だといいけどな。族長、玉座の前をお急ぎを。あなたもよ。樹海の外で投降したものです。デガーラを倒せし流れ者に緊急の知らせがあると。どうした、述べよ。知らせを持ってきました。彼女のみに渡せと。席を外してくれるか。皆外へ。その者は捕らえておけ。拠点で待ってるぞ。部族は救われた。私もお前の力になる。いや、レガーラは消えた。今ならお前の夢見た世界にできる。そっちが先決だ。ではせめてこれを受け取ってくれ。戦いのための鎧だ。お前を守ってくれる。ありがとう。自分が何をしたか分かっているのか。やっとお出ましか、サイレンス。戦いに勝利したようだな。テナクスの命運は救われたが、同時に地球の命運は尽きてしまったようだ。そうか。ゼニスを倒すのに軍団はいらない。まったく、まだ敵の恐ろしさを理解できないのか。隠れてばかりのお前よりは分かってるよ。お前には考えもつかない作戦がある。続けろ。いや、今回は私に従ってもらう。会って話すぞ。お前の新兵器を持ってこい。私が受け入れるとでも。そうしなければゼニスを倒してアポロのコピーを手に入れることはできないぞ。分かったら拠点に来い。歌の平原の西だ。もういい加減諦めるんだな、サイレンス。おとなしく私の言うことに従え。遅れるなよ。
ティルダ、いるか？サイレンスを引き入れたぞ。拠点に来てくれ。さすがね。すぐ拠点に向かうわ。空も飛べるし、戻る前に他の用事を済ませるか。